西丹沢自然教室付近から望む大室山用、木沢出会いから犬、腰島での登山道は、沢沿いの道が多い大室山は、丹沢山地北部、山梨県と神奈川県の境にある標高1587メートルの山。かつては大群山と呼ばれた。山梨百名山に数えられており、神奈川県側は丹沢大仙国庭公園に指定されている。 東山はかつて国境両線上に位置し、北面は甲州南鶴郡同士、南面は総州津久井県青根にかかっていた。ただし、新編相模国風土記では、神の川を青根村の西変、よって津久井県の西変とすると、国境は必ずしも明確でない。なお、新編相模国風土記と同じ頃に編纂された開国史では大軍山を、 道志村と総集青根村の境、全大群山を道志村と総集母木、沢村の境としている。登山道は神奈川県側の西丹沢自然教室から犬越寺、または白石峠を経て登る道が一般的である。神の川ヒュッテに至る日陰沢神道もあるが、利用者は少なく、部分的に不明瞭な箇所もあるため初心者向けとは言い,い、がたい。道中は、 船林が多く、登山者が少ないため、静かな山歩きを楽しめる。山頂は重層路からやや離れたところにあり、樹木が多いため展望は、ほとんどない。参考タイム。ありがとうございます。